仕事モードね。いやいや。さてセカンドステージ第2節、はい、FC 東京アウェーに乗り込んでる一戦となりましたが、来ましたね。いや現在3連敗中ですよ、甲府は。きつい。何きついですかね。まあ、点が取れないんで、今日はもう思い切ったね、サッカーが見たい見たい、そして勝ちたい、うん、勝ちたい。で先ほどね、先発メンバー発表されましたけど、はい、なんと控えも含めてオール日本人編成です、今日は。この方がね、もしかしたら団結していい結果が出るかもしれないんで、まあ、一瞬外国人の話も出てますけども、まず今日のメンバーでね、思い切ってこのアジスタでね、ドッカンとでかい花火をドッカンと、打ち上げましょうよ、ね、ぜひあのラジオの前の皆さんもね、声援を送っていただきたいと思います、はい、じゃあ行きましょう、はい、ヴァンフォーレ甲府勝つぞ。